はい、皆さん、お待たせいたしました。それでは、定格となりましたので、牛の博物館企画展講演会、和人常則菊谷の思い出を始めさせていただきます。私、進行を務めさせていただきます、牛の博物館館長補佐の川田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。この講演会は現在開催中の第30回企画展、黒毛和種の源流を探る兵庫県但馬地方の鶴牛と使用文化の関連事業として開催するもので、岩手県南地方の和牛産地を作ったといっても過言ではない兵庫県産の周遊牛導入について、当時を知る元江差和牛改良組合組合長の及川清慶さんに講師をお願いしております。和人常則菊谷というのは周遊牛の名前です。それでは、講師を紹介させていただきます。元江差和牛改良組合組合長の及川清慶さんです。及川さんは昭和11年のお生まれで、昭和30年3月に水沢農業高等学校を卒業して就農、昭和42年には岩手県畜産経営中核農家の指定を受けておられます。その後、昭和46年に岩手県畜産500億達成推進大会にて表彰を受けられ、昭和52年には県代表として参加された東北北海道乳業牛経営発表で最優秀賞を受賞。その翌年には岩手県指導農業士に認定され、同年三井農業奨励賞を受賞。昭和57年には岩手県農業賞を受賞されております。平成3年から9年にかけて江差和牛改良組合の組合長を務められ、ほぼ同時期に炭鉱農業士会会長も務められました。平成5年に第日本農会農事功労表彰において緑白樹有功賞を受賞。平成17年には江差市の市政功労賞を受賞されております。まさに、岩手県南地方に乳業牛の産地が形成される中で中心となって、取り組まれてきた方でございます。今日は兵庫県産周遊牛導入の経緯やそれに関わる思い出を心ゆくまでお話しいただきたいと思っております。それでは及川さん、どうぞよろしくお願いいたします。ただいま紹介しました、及川清慶と思います。過去を振り返る機会をいただきましてありがとうございます。私は高齢ですので、ろれつが回らなくて聞き捨てるにくいところがあると思いますが、ご了承願います。で、座ってでしゃべらせていただきます。昭和20年代ですが、岩手県は馬産地ですので、どこのうちでも水田一丁につき一頭ぐらいの割合で飼育されておりました。それで私が30年に就農したわけですが、私のうちには馬2頭、牛1頭、母が鶏100羽、あとは綿羊等々なわけでしたが、当時は収入というのは秋の米だけですので、その伊豆人数をやりくりするために基本的には自給自足という生活でした。それで私は高校へ行ってる間は鶏を飼ってたために、それで学校に入れてもらったと記憶しております。当時の卵の値段というのは1個12、3円、鶏は1年に200日ぐらい、200個ぐらいの卵をなすわけですから、1頭あたりで1,200〜1,300円、当時は私の時には100羽買ってますので、2,300,000円ぐらいの収入があったかと思います。それで当時というのは米だけ作っているではとてもダメですので、お盆前には小麦を売って盆寄せをするとか、そういういろいろな工夫されて1年間過ごされたと思います。
トーンズラのバサンツの通信は遠野でしたので、バクロのスタッフが遠野から馬を買ってきて、各農家からの頼まれたのを売っていたと記憶しております。それで、トーンズ、私が高校を卒業したトーンズの少年級というのは5000円でした。その時に、ね、高数の価格が2、3万円するので、私は薄をずっと買うことによって、次に2、3万円の喫緊の波になるなという考えのもとに薄買いをしたのです。トーンズ薄を買うということは、バサンツですので、薄を買うというのは理財農家の象徴でした。そういう時に、私が薄買いを始めたんですから、良いドラッグ息子でいたなという笑い者になった時もありました。あとは、うちの父が、薄を買いだくても、一般社で買えないので、たまたま私のうちに薄がおりましたので、運よくミスがこう生まれたので、そのコースを貸してくれって言われて、よそに貸して、その育成料金として所産を取った時は与えるようにしてやってたようです。それで、私が薄買い始めて5頭ぐらい引き上げて、そして本格的な薄買いになったわけですが、当時、農協と行政でタイプして、馬がいなくなると農業はダメになると。譲り継ぐ農業ということをでしたので、馬に代わるものとして水林ラグの推進したわけです。その時に水林ラグのを推進しても、おそらく単国管内はほとんど育ったと思いますが、そうすると、鍵盤の整備をしないで、乳業を進めたものですから、農協へ飼料代が加算できたというのでした。その時に、当時の玉里農協の組合さんは、いさすには当の農協がありましたので、協議会長をやっていて、まず玉里がその通算になっていたわけですが、たまたまうちの親父が農協の連中をしていたので、36人ごろですか、各地区に和牛水産組合を創設したわけです。その時、玉里の初代組合長としては私の父。そこで私は、水産に親子で水産組合に加担させたわけです。その時に37人でしたが、知識のない水産ではわからないと思いまして、兵庫県へ、高速購買に行くのと一緒に行って、それ、勉強してきようと、来ようと思って、兵庫県行ってきたわけですが、たまたまその年の秋に、東北6県の家族共進会が、秋田県でありました。その時、玉里農協の畜産担当である木口茂さんは、民意を出陣しておりますので、それが終わらなければいけないということで、確か9月の15日ごろ、立っていったわけですが、私と小池さんと立っていって、スンバウランでお茶を約束で、そのスンバウランの紙室で一晩あがした記憶があります。それで、それから次の日、兵庫県に立ったわけですが、最初に行ったのは西脇村でした。というのは、兵庫県が薄い、いいと言っても、丹妻の本場、三方へ行くと、とても薄が高くて買えないので、二列村で購買していたわけです。その西脇の朝陽館つ旅館だったと思いますが、そこへ泊まって、毎日は農協の担当者の案内で、本牧師の案内を受けて、次の日に新庄へ行ったわけですが、その時に、朝に薄を仕入れて、夕方に薄を書いてくれという、そういうやり方の本牧でした。それで、なぜ遠くの方近くなるのに遠くへ仕入れるのだって言うと、やっぱり
薄のために運動することによって薄が良くなるから遠くへ話すんだと、そういうことを言われていました。当時高くんつのは寝る積んでしたので、そこで買って、次の朝には農協の担当者に車に乗せられて、今度は朝子郡の山東町へ行きました。そこに私は薄の水を管理、作定状況と教わって参ったわけですが、その時にその担当者と小雪さん、あとはあの家宝の所長さんは前沢出身で、おいかみきよさんという方でした。その下座が、私が農家に泊まっていろいろな指導を受けているとね、谷臼候補をこう目で歩いていたわけですが、たまたまそこ行った一回、あの初めに見せられたのがワンズンゴンだったそうです。ところがワンズンゴンね、陰嚢にいっぱいあの粒が出てて、水ぶくりですか、なんかいっぱい出てて、これにはダメだなと思って、予想こう2日ぐらいかかって目で歩いたそうです。それにも気になった嘘がなくて、まだ万全のところへ戻ってきたんですが、そこへ2日ほど前に宮城県からもやっぱり谷臼海に行った時に、万全を見て、その陰嚢にあのいろんな出てるので諦めて帰ったそうです。その時に小池さんも家宝の所長さんも随分さんですから、これを釣りをしたら治るなという判断でワンズンを買うことにしちゃったそうです。その時の単価ですが、農協からは50万円頼まれていったそうですが、その時の展示された価格は本当3万円だったそうです。当然の3万円というのは、米売ったので、外のあれですね、3万円にならない時代ですので、国でとってもダメだなと思って、あの交渉してやれば、で、買うのは誰だとなっていれば、こういう玉里農家の美濃川清樹さんだとなって、それでは3万円しきますということで、本当3万円で、買いだということを聞いております。そういう中で、イサスの薄というのは、谷臼はほとんど売り残りをずっと聞くたのまで買ってきたわけですが、そういう中で、私があの農家に泊まった農家というのは、県の共産会社6人続けて出展しているという方でした。そこで、2晩ぐらい泊まりましたが、朝に嘘の修行運動をしてきて、熱は調教、作定の診療を受けて、そういうことをやってきましたが、当時の作定、調教、診療してくれた人は、松岡和夫さんという人でした。そして、ヤンドンの人の名前は、船長が誠一さんという方で、兵庫県朝子郡山東町諏訪の、奮造が誠一さんという方でしたが、その時のそこのうちの息子さんは、私より若干若かったと思いますが、秋の稲刈りを終わると、佐賀屋さんさ、トンズに出かけるという、そういううちでした。だからその息子さんとの話は全然したことがありませんで、あの未だの記憶がありますが、何という方だかわからないから、ウィアンズさんとしては年賀状との取引しましたけれども、今は全然わからない状態になっています。それもいろいろ、そこで終わってから、今度は先住町の山東町の滝田城というところにありまして、その先住が9月の22、23でしたので、その前の日に行って、先住へあの旅館に泊まって、次の日、あの前にその松岡和夫さんとしてね、3トンぐらい案内してもらって、薄を見てたわけですが、その時に、あ、これがいいなと思った薄があったわけですが、セリバに行ってから小池さんに、伊佐市の岩手県 の建材店ってこう踏んだわけると、どうしても高くなるから、
その人たん直前のためで知ってもらいということでした。36年の年に、ふっさとで同年に行ったわけですが、最高14万円の買わされて、ほとんどがこう、高値にばれ買わされだったそうです。それで私が買った嘘は、最高、寸上の最高だったそうですが、10年も8000本尊だったと思います。だからその時に、ちょっと寸上がざわついたわけです。その図元さんが設定、岩手県近在林となったもんだから、それにも、私が買うのだろうってば、近所にした来た人だから、ね、やむいねえなということで、後に聞いた話ですが、そうなったそうです。それで、当時、活躍者の人たちが、セリの場合は、必ずこう、高くれのお互い設定できる。ということは、後で売り上げの何パーセントが、かが、活躍者組合に補助金が落ちるということで、自分が買わなくても、吸い上げるという、まあそういう習わせでした。それで、私が行ったときは、季節種付けですから、9月、12月、11月が寸法にですか、種付けするですの、すり合って、あと残りが3月寸上という、年々未寸上の人が3回しかなかったんですが、今は毎月のようにあると思いますが、そういう順大で、こっちの岩手の方、東方の方の西流は寒堤と言いますが、向こうの西流は大流と言って、早くこう聞くと、お行を読んでるかと思うようなやり方です。はい、長い南北の南北ってこう言うんですから、その気がこう言ってるわけですが、ここで言うのは、誰が聞いても分からない。はい、何枚あとはないかというのしてやってるわけですが、最近は電気でボタンでやるようになりましたが、向こう当時はそういう指令のやり方でしたので、指令さえ言ってもちょっと聞き捨てにくかったんですが、今は全部こうボタンで変えるようになりましたから、誰が知ってるかわからない状態になっています。それにいさす玉里農協では数々の嘘を、種嘘を購入したわけですが、それで最初は、木口杉留さんという人が担当したので、杉留さんは万全語と重複語。重複語は36人で買ったわけですが、その三つ作りというのは、35人で菅津東岸ですか、鳥取県の八津郡から、20トンほど導入しまして、当時の金額で5万円ぐらい、地元の嘘の稲は2、3万円の時に5万円ぐらいの嘘でした。その時、一番高かったのは、大坪号というので、神戸揚げ昭介さんという人が、共産会用の嘘を買ってくれという頼んだから、その人たがいても最高で、私のも、5万円ちょっとでしたが、私はキットのいい嘘ということで、そしたら私のどこに来た嘘は、第117草かみつるというする嘘のキットでした。それで、私は県の共産会の36年に塚さんの嘘を出したわけですが、2番目でした。その時に一時になったのは、諏訪の木山農協のふんじまんすろさんとしたんで、これは鳥取から導入した嘘でした。そして、育成の分量は、その人の弟さんが、ふんじ勝美さんとしたが、その人が育成のチャンピオンで、その時にやっぱり、塚さんの嘘では何とも尋ねていないなと思って、県外導入したったわけですが、その時、三十数人で、いさすの前に立つんで、金の共戦会があったわけです。その時に、大坪門がチャンピオンで、私の嘘が2位にした。その時、嘘の産地って言えば、いさすと諏訪と、でした。あとの、よそからそんな嘘が出てこない。
それで、一冊で三つ、あの、戦場を知られたのは、三つ、七の四月、七月と四日ですが、その時に、靴屋業として、あの、売り出されたわけですが、そして、あの、いろいろやって、当初は、北上の戦場というのは、近在で戦場がなかったので、靴内の人たちが、当時、建材林の担当者が熊谷さんとしたので、確か熊谷紀子さんとしたが、ですが、その人が、マギタとの伊佐市の戦場に2回ほど指摘したのが記憶になります。そうやって、伊佐市がお揚げの産地に、その時からなったので、その当時の戦場というのは、水沢沼ったし、あとは金ヶ崎沼あったの。それが、徐々に統合されて、で、靴屋の戦場が53年のは、炭鉱戦場って、あの、桜川にできたわけですけれども、その模様は、各地域に山地がありまして、戦場がありまして、いろいろできました。それで、湾前は、山地、数人の随一が全土にされたわけですが、私が37年9月に勉強に行った時に買ってたんだから、群蔵原全体に輸出には金より金属人の認知はないんで、知らずに来たと言われますが、私はまさに兵庫からいさせ、湾前を認知へ案内したような方でした。それで、当時、岩手県では、全教の第一号というのは、玉里の千口一子さんですが、その人の、皇室というのは、42年に、岡山県へ、42年の2月ですね、津山と新見に、こう、導入に行ったわけですが、私も嘘を申し込んだので、一緒に行ったわけですが、その時、津山戦場の最高の値段は年数万円でしたが、そこで嘘を買いかねて、今度は新見に行って、あてつの嘘を買った。私は15万円でした。それで買いかねた分を、島根県の戦場へ行って、来たわけですが、その時ね、稲瀬の、関村さんとして、今の孫さんは半住さんとしてが、関村清志郎さんとしてが、小林娘に完全をつけて生まれた嘘を、いい子さんとしてが導入したわけですが、清志郎という名前になったわけですが、それが、全教の岩手県に蓮見で出陣した嘘でした。その嘘が、鹿児島第2回全教の時に行ったわけですが、その時に、マナーの伊佐海津さんが京都大学の教授な全大員で、その、当時の登録協会の会長さんは、半部吉高さんと一緒だったんですが、その人に案内して、その、清洲を見て、岩手県からこんな嘘が出るんだという、当然ですから、馬山地にこんな嘘がやってくるとびっくりされたということを聞いております。それで、当時、伊佐市農協では、山地作りのためにいろいろ苦労したわけですが、京都大学とかその、教会の人たちを頼んで、いろいろ指導を受けていたわけですが、当時は私は記憶になるのは、登録協会の専務理事である人で、その人が、早口で喋る人でしたが、磯原森一人ですか。その人が専務の時に来て、いろいろの指導を受けました。後に湾前号の完成研究を京都大学
ウイサガ会長の、世話で、京都大学で、古代研究をやってもらったわけですが、その時ね、合群上、印象の姿で、3.9 という評価ですか。次のれは、3.8 でした、ね。そういう結果が出ていたわけですが、その後、いろいろと、京都大学の教授で、川村リオンズとしてね、いろいろの E 音楽を頼んで聞きまして、それで、一番大事なのは、谷付けの時の絶対いつがするがさねがというのは、どうしても、その異差の関係で、リンクが異存に対して、カルスムが異存で、それでいいんですが、普段はカルスムに対してリンが異存になるような使用管理をしなさいという指導を受けました。というのは、配合するというのは、ふすまが通信になって、資料が作られているわけですが、ふすまというのは、レンが多くて、カルスマスがない。また、牧草というのは、花粉化が通信。花粉化も、レンが多くて、カルスマスがしているわけ。そういう草を、今、イサとしてやっているわけ。氷凍巣の時は、基本その草を買って、食わせるために、多数多様の草が混ざっているから、栄養バランスが良くて、カルシウムも豊富だった方がいいんですが、今はほとんど多糖化がなって、購入、そちらも購入するように頼る。自分の腎の装置も花粉化が通信。それに、カルシウム不足になって、全体率が悪いという。というのは、母体が酸性になると、全体率が落ちるということを習いました。それで私は繁殖業は全部イサ代を安くするために図鑑ハワイでやってますが、通してカルシウムをやるようにしております。購入するようにはカルシウムが入ってその濃厚するようだけではバランスが良くなっているわけですが、そうするようにカルシウムの足りない餌をやるとそこにアンバランスになるから、他に絶対率が落ちる。あとは夏場ですが、7月、8月は、牛の体温というのは38、9度ぐらいですから、39度以上になると絶対が落ちますよという、この間の共済区民の新聞社、税さんがこの投稿試合を見ましたが、なるほど。ずっと夏、暑い季節の7月までの受精したのは絶対が悪いから、9月受精したのが6月か5月生産、出産してしまうというのがよく見受けられます。私のうちでもよく3月さいっぱいまで、5月いっぱいまで、あと秋9月ごろいっぱいまで、そういう課題を言っているんですね。だから、やっぱり遺産もやっぱりそういう考えなきゃならないということ。だから、それで、今は県のあくまでも文明感覚で言われるわけですが、遺産診療は40日ぐらいになってますか。あとは県の平均が40何本日ぐらいになっているんですが、私の腕の分娩感覚は38点の棒。だから38日にしなさいという私さんの指導は推奨されていますが、そういうやっぱり絶対率が上げるにはどうしたらいいかということで、やっぱりそれもやっぱり検討してみなきゃならないわけですが、やっぱり小産は30何本年以内になるけど、2、3、3歳になってくるとどうしても感覚がこう、汚されるような嘘が出てくる。時でも今は共産会でもあんまり脱ぎをつけないように指導してからですが、むしろ昔は
預かり預かりというやり方でしたので、絶対に2、3名の単位が苦労したわけですが、それで私さんで述べずんで我々の文明感覚が言えたのは、その遺産にカルシウム剤を補給しているのでいいのだかなと私ですね、思っております。あとは当然薄いの完全を、ね、評価を受けたわけですが、その間に、ね、完全がだんだん年を取ってきまして、あ、呼吸には欲しいと言って、当時は木口茂さんから木口ゆず子さん、私の同級生でしたが、その人に担当が変わったわけですが、その砂木区の購買の時は500万円の予算で購買に臨んだそうです。それでその時に砂木区は250万で買って、予算が全く出て、軽心にでね、ツニのリンゴを買ってきた。ツニのリンゴは150万。当時の向こうの、スモギのオークション、寸上にかかるわけですが、その時に、向こうのスモギのオークションで担当する、当時の作りの人たちは、弱手の菊池さんの考えを読み取りね。そういうことを言ってたんですね。あとで、ゆうこさんに、何としてすぐや、いつも思ったり安く買えるんだって言えば。欲しい、見物で、欲しい、薄には丸をつけないと。いらない薄に年ず丸したなんか知らって。それをつらっと見て、向こうの社長は、あ、この薄を買うんだなという薄だから、買わない薄が、知り上がっていくんだ。なら、予想のコンバイスは目が限りだわけ。だから、ゆず子さんが買う人はいつも安く買いだということ。だから、あとで、いさや会長さんね、いさすは安い嘘を買ってあげるようになって、その一つの購買方法でね、どこの人にも個数丸さ、人数丸さなんかしているようになる。第一候補、第二候補にね。それで、ゆず子さんは買わない嘘にチェックして、買う嘘には、誰にもわからないようにしたってこと。そうすることによって安く買いだんだって。そして、私もサクティスだったので、いろいろな嘘を買い、切り方頼まれていました。ある時、重複号の腕に嘘を見に行ったらは、ソーティスの人だったので、積み切りしてたわけですが、その時にソーティスの人は、ソーティスというのは馬の積み切りした人だったんですから、ティーティーズ屋さんですから、必ず本住院でウスロアス、トマスって言いますが、ウスロアスを着るときは、真珠より上げて、ホティシャが上げてすって着るわけですが、ウスの場合は足が短いから、ウスロアスでね、真珠より足を上げるとバランスを崩すから、ウスが暴れるんですね。それがわからないから、そうやって、重複というのは、多福土井の子で、当然の兵庫県の伊豆番の人気のアウスの子でしたが、低所ってここは高くなって濃ゆくなるわけですね。ここを濃ゆくするのは、低所を多く取ってしなきゃこんなにないわけだ。それを、ホティシャツに足を上げるまで来るんだから、切れづらいから、低所を取るくらい取らないんで、あとは上の上がった分を痩せる限りごまがしてたのを私が見たから、その多尿性の患者ね、ああいう切り方では罪は治らないよって言えば、であんだけしてくろって言われて言ったおじさんが、その時二人の相手さんだったのは、当然自転車であることないんでしたので、タクシー代頼んで二人さ、そのサクテリを頼んだから高いサクテリになってやった。私はその時には、普通の薄は1500円間で死に来る時ですから、3000円ぐらいに来たと思いますが、私の場合は、専門の薄のサクテリとしてなったんだから、信じるより上げないようにこう来るんですから、薄が動かないわけです。そして来て、その声を越してみれば、あーってその管理者が見て、ああ、ほんだ、いつの違うなってみたんだけど、まあ、そういうふうにして、
なぜその想定者の2つだったのかというと、私は三十数年の時、サクティス、まあ、積み木で習った時は、薄のサクティスは免許がいらなくて切れる時代でした。そのうちに馬さんつに馬がいなくなって、想定者の2つは積み切りが仕事がなくなったり、それに想定者の2つは薄も免許もなければ策定ができないことを作ったわけですね。それで私も39年に、ね、北上の新城でやったわけですが、そこで行って積み切りの免許を取れます、策定して。一人、一頭の巣を二人で右に死んだり、前移動する切って、そして、それで、評価されて、実際に積み切るのと、あとはいろいろな、学問も、マディも、ペーパーテストもあってやったわけですが、私はそして、使い習ってきたら、まずパスしたわけですが、そういう免許取りしてからやって、それで、私様の積み切れは、後に熱進めたら、次に100トンずつ切ってました。私は作品が商売でないので、百姓の方が送り仕事してるから、ということは、リンゴも人数あるやってる、田んぼは三丁分近くやって、田植え、稲刈りは雇用に頼るやり方なんで、私のあたりは三軒が三丁分前後の農家さんやったので、米里の松笠から上がってくる下院関という水路の末端ですので、世の中で田植えが終わらないで私ができなかったんですね。それで私が当時の田植えというのは6月の10日から15日頃、田植えが終わった下地を1日に年数年から年数5年を頼んで2日ぐらいに田植えをやってもらった、そういうやり方でした。当時はまだ田植え機というのがまだ出ておりませんでしたので、そんで、トンズの、私のうずでは、販売は一人、5国ずつ取れましたが、今は一人50キロ食わねえか、するんですが、トンズは、馬も人も死んで5回食べてやる。ということは、馬は起きた時に餌をやって、朝ごはん食べるまでにやって、お昼ごはんやって、夕方やって、あだ寝る前にと、馬は5回餌やってる。牛の場合は朝晩で言うわけです。だから、牛飲馬食って言って、馬はこう、常に胃が単位で小さいから常に食わせて、牛の場合は4位になってから1回にドンと食べる。あとは反芻しているから、そんで牛飲馬食っている馬の飼い方と牛の飼い方が違ってくる。そこで、私はやっぱり兵庫県さん行って勉強して、下野の国家がそこで出てくるわけですね。あとは、甲州新城に出すときも、当時は親から筒話して新城に出してたんですが、兵庫県行って勉強してしからは、離乳食、人で言えば離乳食ですね。甲州の別害というのは、もう3ヶ月頃から、ジョンジョンの餌をやって、そしてやってるから、トンズは6ヶ月か何本に高速寸中出しちゃうんですが、今は10ヶ月近くで寸中出すようになってるから、トンズの薄がまるっきり変わってるわけですが、トンズ40何年間ね、金の共産会でジャグリーの部門も設けるから、小池さんからジャグリーシークやってみねえかって言われて、45、6人ごろだったと思いますが、ジャグリシグシ、ウズンディマリダウスをシグ出した。トンズの生態が450キロでした。そしてインダンで280キロ。今は寸上へ400キロ前のものウズが出てくるじゃないですが、トンズのジャグリっていうのはその金土。ということは、ビタミン剤使用する、使うことも全然終わらないから、食い止まりが出るから、それが限界でした。はじめで、共産会、県の共産会したそのジャグリヒグザスでは、たった2頭しかジャグリ部門が出なかったんですが、
ワルスナ450キロ、スワのヤハマグラでできたのは470キロ。それは470キロで、ただ牛が大きくて470キロで、肉がそんなついでにあるんですね。それで、共産会社出す肉質部門では、上位で5種類が新商品入って、それが解体するわけですが、私のは原子の一資源でしたが、ヤグレーシーグと言って、それを解体されたわけですが、そしたら、インダが280キロ。当然の価格はいくらだと思いますか？キロ単価、私は500円と503円でした。その時のチャンピオンは、御嶽の木口一郎さんと住んでしたが、チャンピオンで20万円。私のその逆に シーグスタを住んで14万円かなもの売りました。それでも、コースが3万円の時の14万円ですから、おねの組み取ってな気持ちになるわけですね。コースの安い時ですから。それで、そういう聞きもしました。あとで、まだこう、シーク、ジャグリシークやってたわけですが、52年の3月ですか、県の共産会が、ホルスタインの共産会で、県で予算を使ってしまって、和牛の共産会がいつも随時があったんですが、それが 3月に花巻でやることになったわけですが、私は、スニュードシーグド両方出したったんですが、その時のシーグは11月を目標に預かってあるんですから、人数4ヶ月過ぎたわけですから、だから理想人数8ヶ月になってて、それでも理想シーグ、理想シーグは強制度ミスだってジャグリブもっとあったわけですが、その時に共産会では私のはチャンピオンになったったわけですが、その時の衰退というのは550キロ。インダは340キロでしたが、その時、チャンピオンの単価は840円で、売り上げは確か人数はずま3000円で、4万円の戻しが7倍になったというに、本当に組、おねの組み取ったくらい面白い売り上げでした。それも、勝負軍の子であって、当時はまだマイサウスというのがまだ嫉妬しない時代でしたので、たまたまその時に、マイサワの白山から鈴木すぎるさんという人が、精米所をやってる人が、ミスのレスを出したわけですが、米ぬかを多く買わせるために、油が切るようになってたわけです。それに解体してみて、2番目の土砂だということで、私はいろいろ本を見て勉強してから、大麦を加えすれば、白い硬い油が出る。ぬがらゆを適当にやらねば、油がこういい油にならないよということで、いろいろ麦の方が大麦やっぺん、トモコラっぺんだとかといろいろやって、勉強しながらやってたもんですから、ネグサが評価されたんです。ある時、サバルに、ね、出荷した時に、あなたの人はもう少しインダ料でしば単価300円か500円上がるよって言われた。長めを評価するされるとも、インダ料はすぐねって言われた。私がサバルに出して一番高かったのは単価で3954つで150名前、インダはミスでしたが387キロでしたが、それが最高でした。私の前出したのは。まずそういう、今はいろいろな配合資料で嘘はあるから、今、うずんで出荷するのも最高は870キロで、その時単価、インダが570キロでしたが、去年も800キロ超えの孫がです、出荷したようですが、それで今はビタミン剤を活用するようになったので、昔とは違った薄皮になってきている。そんだから、まるっきり昔と今は、そんなことあったのかと思うような本当の違いです。それに、
昔の馬産地でしたので、馬は年生期間ず2ヶ月ですので、3年の熱しか取れない。牛は10ヶ月ですので、毎年コスが生産できるという、それで牛の利点があった。それで、牛をこうやれになったのは、その先ほども言いましたよね。10年とおけば、10年3万の、あの次に3万の利益という波になるということで、牛の多頭化を心がけたわけですが、その時にいろいろあったのは、牛を飼うというのは、理財農家の象徴、とんざは馬産地ですね。それで絶対に牛を飼ったので、その、森林ラグの進みでも、その、ラグの社長は、粗飼料全部に加わせることができないから、農耕飼料をどんどんやって、作業の業者になってしまった。それで私が、ワニを飼ってて、農協にその、一世代というのが残らないので、私を見て、やっぱりワニの産地にしなきゃならないなということだったので、その時の美濃川さんは、伊佐市の協議会長になっているので、東海近畿の市議会の協議会見に行ったわけです。そうしたところが、ほとんどの元牛が、丹沢県の産地だったと。やっぱり産地を作るには、日本人の根源になる産地にしなきゃならないということで、兵庫県から元丹沢町を、丹沢市を求めた。その時に36年に導入した重複軍でした。それで、その後に和津軍が来て、いろいろやって、和津軍は、こう、私は策定した時に、和津軍というのは、罪の薄い薄で、罪の裏がくずりいって、痛がる薄でしたね。それが策定して、すっかり分かっていますが、その和津軍の公共にね、求めたのが津田軍を。津田軍は、後には、スボイスになって突然でいなくなってしまったわけですが、それで、次の連合は高く売れるのですから、それを私たちは喜んで、生産者を手を越えたら喜んで売ってたわけですが、ある時に、ウイサガ会長さんが、カグツクをこう先導して歩いた時に、北陸の方とか、その関東の人たちが、兵庫県の方へ、放射道に行くのに、わざわざこう行かなくても、岩手県の伊佐市に行けば、丹沢県の強いコースが出てるよということで、お客さんとこう、伊佐市に来たわけですが、その時に、ずっと、山形、あとは新潟とか、こう、あとは関東地方から多く来てるわけですが、その時に、ある時に、新潟から、なんだお客さんがなんか、いつも言って、減ってきたという感じだけどね。私たちはいつも、追跡戦術、追跡調査の役員検査官にで、あとは、追跡の生産者とこう言ってたわけですが、その時に行ったら、わざわざ、伊佐市の高い牛を買わなくても、宮城県に行くと、常乗りの、子がいっぱいいてて、その牛ね、宮城県の丹沢県の牛をつけた牛を買うと、10万以上安く買いで、似たような値段が売れるということを言われたんですが、それで、あ、やっぱりね、捕虜対策しなきゃならないということで、平成、私が海陸組合長になってから、平成6人から捕虜対策全員に取り組んだわけです。その時に、市の担当者が、若原さんと一緒だったが、あれ、リンゴの団地さは、補助金を市でいっぱい出してても、ワニさは全然出してないよって。何かあったらば、うるせえってくれって言われて、そこでやったのが、これ、対策事業をやるための人材を申し込んだわけです。それで、
海流区民では100万人、すで農協では100万人、すぐの1000万円で、2000万の存在で、非正規人から孤立対策事業を始めたわけですが、今はどうなってくるかわかりませんが、私が平成4年に30周年記念したわけですが、ちょうど今年は60周年になっているわけですが、その間を私が役を辞めてからも、人数6数になってますから、その間わかりませんが、当時私は役をしているときは、贈答運動をつないで、ワニル、玉里では1300なんか1400と近くなっていました。その時に一冊数としては7000と近くなっていたはずです。それで玉里農協として年間先頭販売目標立てでずっとやっていたわけですが、その時に毎伊豆が一匹人さんでその水を調査して、その心情申し込みをこう計画たるわけですが、当時は玉里は毎月100トン以上の申し込みがあったわけですが、しかし、中年多頭水業をしたために、コースの事故が起こったんですね。今は共済で妊娠なんかにと、あれ共済加入できるわけですが、当時はコースの共済制度がなかったので、50回制度を設けて、そして、お互いに事故があったときは、本庄で50回制度を設けにやったことが、農協合併したときに、それがいさせていい点にそれを可能にしたことが、記憶にありますが、まずそういうやり方でやってきたわけですが、それで、次の連合がやってるときに、いろいろ多ニュースを買ったわけですが、その間の谷の住んでもいろいろ茂みとか森杉とかいろいろな嘘を買ったやったわけですが、なかなかいい嘘が出てこない。ある時に気分なめでいう嘘を買ったわけです。おげするというのを聞いたんですが、それは心情に嘘の姿が良くてはずが良かった。でもそのコース、最初のコース心情は高くいっても飼育した結果は、なんか 3.3 ぐらいだったと思います。そういう結果で、なかなかお客さんが使わなかったんですね。そこで、その、保留対策を善用しても、キグナミゴを腕に保留する人はそんなになかったんですね。ある時です。その嘘を、私は2頭ほど置いたんですが、なんとか残ってだったんですが、キクタネを導入して、そのキクタネのもう最初の巣が長い営業さんと人のつぼに育成する人のぜに農協の専務した人に頼んでたわけでしたが、私たちが役員研修に行ってその巣を見たら肩に炎上があったので、その巣をキャンセルしてのぜに購買したのがキクタネでした。そのキクタネ後も売り残りの巣でしたので、それを買ってきたんですが、キクタネというのは、こうするときは、肩が薄くて、前に草もんでしたが、その、肩が薄いし、常には肩が薄いから、前沢の下でその肩の厚い薄を、セハマナルスを喜んで買ってきた。キクタネが薄いから、誰もそれを買ってくれる人がない。たまたま、金ヶ崎の飼育センターには、あそこは安い嘘を買って飼育してたんですが、たまたま胡椒木を飼育して、胡椒木だのをなんとかスンバウェラに出したら、それが全部特製になった。それにスンバウェラからキクタネというのがいい4つが出てきたんですが、その前沢の飼育さんもキクタネを買っていって、飼育の結果は見てるわけです。それで、私たちの時ね、50歳今何年出てたとか、何年付きだとか、無礼は来ちゃうけんと思う。買ってもらったりするのきっかけだ、まあまあだったっていう。当時は、企業秘密として、
よかったということは全然しゃべらないから、そのよかった薄もなかなかつきりないね。そのスマーラから、チクタネの酸素はいいよっつのが出てきちゃったみんな、今度はその繁殖農家も、キクタネだけ作るようになってきたわけですな。それにわからねえなということで、ステーコ入るということをやって、その飼育投資の何割までは、あの、キクタネをつけられるということにしてやったわけですが、完全のうちにはやっぱり、その違反する人もあって、なかなかその難しかったんですが、そして、やってるうちに、数人乗りもダメになって、キクタネの時代になったわけですが、その時に、安全後の検証って何ですか、その検証する次の前に、当然の畜産センター前に、見ぬか組合さんの銅像を設けたわけですが、安全後の検証前夜の時に、あの、産業センターの上へ移して、そこへ安全後の検証前夜で、あの、建てたわけですが、その時に、検証前夜の時、兵庫県から、その、安全後の検証の設計者ですが、そこの兵庫県の川から椅子を、あの、取ってもらって送ってもらったわけです。だから、兵庫県のその温泉町の議会、議長も来たし、県の畜産課長も来て、そして検証授業したわけですが、その時に、ね、県の畜産課長は森岡さんという人でしたが、その人がこう言ってました。私は、あの、常に、ね、あの、フグのポキッとさ、木の、あの、薄の木を入れて、木をこう常に触ってもらって、感触に、良い薄の木の感触を勉強しましたよって言ってるんですが、それだけ表現されれば、進んで、関わったわけですね。だからやっぱり、私たちは姿がいい、あたきっとで判断されるけど、表現の場合は、その、やっぱり、気圧の良いってことをやっぱり好んで、ましたね。まあそういう記憶が残っております。それで、私が兵庫県から導入するときに、その、ふんざわら勝井ずつ人の薄も導入しました。それで実際その、検証図面のときに来て、私の図に来て、薄のめでったわけですが、それいろいろと交流があったわけですから、兵庫県の専任部の人たちもいさせようならできて、私たちも役員件数は毎年のようにやったわけですね。ということは、当時は、通常の売り上げの 1% が物価下限に乗ったわけですね。2% が、あの、建材林。あとの 3% が農協して、そのうち 1% が、あの、生産者になる。の物価差が来たわけです。だから私の玉城地域には年間の55年あたりは4億なんぼ、5億目標にしたわけでしたけど、4億なんぼの売り上げでしたので、1% の還元金は400万以上の数の人があったわけです。だから、地区の生産だじゃ出すんで、自由に金数化できたわけですね。それが農協合併、57日か、やったときに、あの、岩井の農協には、養豚団地の負債が一億円、俵の和揚げ飼育団地の負債、とうとうの負債整理のために、我々、和揚げ生産者が足の水を流した、その、物件が 0.5% で半分されて、たまさと200万円です。それからは、役員だけの金銭になってしまいましたけれども、私たちは、玉里の場合は、役員本数は、出資金は2000円の方針でしたけど、全部、あの、積み立てして、役員金銭の時は、人頃から石も出さずできるような仕組みの役員金銭した思いがありますが、それが、今はどういう形になっていくかわかりませんが、私が訳していると、
そんでした。それで、昔から残り物ね、福があるって言われたわけですが、私の前でもの、私は全教にかかったのは、57年の福様全教元宮にあったわけですが、その時ね、いさすがら繁殖にごとんですか、それね、高等軍が玉里のおいっ子忠勝さんとしたんですが、たまたまその全教のある前に、ね、調布閉塞を起こすつために、一週間ぐらい夜まで行って、その運動して、手入れして、そしてために、ハンドラネタの目で、私は、福様全家の時から全家に行きました。あとは、妻に全家の時は、玉瀬の農協で、谷吉候補さんと買ったわけですが、菊谷の三世と次の三世。神津原の三種。神津原というのは、地元で、和前の子で作ったのの子、三頭あったりですが、俺の息子は頼めたりとも、半ゼミでながら残ったもんでいいということで、その時は、伊藤久さんは菊田の三種。あとは、我が家の安倍さんは次の三種。うずの息子はその神津原の三種を上で育成したら、ただ、金の共産会社行ったら、私の息子が預かった人が、一番バランスが良くて、近代品になって、棚から豚持つ。だから残るものね、不可がりという、そういう形でしたが、その時に、ね、私の息子も、私が谷吉をこうやるために、息子もハンドルはね、頼まれて、弱いのから、とんず、三頭、行くつけが三頭行きましたか。その時、ハンドガランさんの前で、親子に行った、62人ですね。そういう記憶がありますが。だから私はずっと、35人から、ずっと薄から離れられない状態にずっとそれまで今まで来ましたので、私が弾みだ薄会に、その今も、息子とはに、孫がやってるですね。お手伝いしているわけです。今の仕事とそは繁殖が30頭ぐらいに仕事が6頭しておりますが、そういう水田が日中ちょっとぐらいした近所の完全であります。リンゴは55年まで、ちょうど息子が予定大学に入る年までやりまして、その時に、今のようなスペンドスプレーヤーでやく、貫通座をね、くせかけしながら、貫通吹くと、もろね、かんぶるわけですが、その6月に、ね、アンベラムスタインジンリルさんにこっちを散布したら、私がその、薬のために農薬中毒になってしまって、薬の根を噛むと、こう、吐き気がするので、55人でリンゴ作りをやめて、やります。とんず、私の前では、項目したいにしたの、うちの親父が、ちょうど、ワイカが始まった時に、工業がさ、フンズを全部高積みしたんですね。だから、ワイカの社長がフンズを売る前に、オラインではフンズ出したわけだ。それに、無体栽培したから、有体栽培と違って、こう、外観は、なんていうかな、花があるんで、見かけが悪いから、見かけが悪いけれども、安全がいいってよく変わりたんで、当時は農協出荷したわけですが、それになってから農協出荷やめで、うずにばり販売した記憶があります。だから、リンゴのことについては、高校では専門科目習ってきましたんで、いろいろ喋ることができますが、うずについては、薄かい半ずみでから勉強でしたので、いろいろなことをこう喋りましたけれども、ちょっと窓外れなこともあったかと思いますが、今まで の薄会について、薄会に行っていろいろなことを感じましたが、最後になりますが、ここね、ワンゼモの研修事業のところに載ってますが、
あの冬の有名な家畜市場で妹を同様にして愛情をかけて育てた子牛をイサスに売った生産者の子供が子牛の行く末を案じて読んだ歌がある。タンズマンの人の牛の像が忍ばれるこの巣があります。で弱ってね売られていった子牛ということで、温泉町立地域小学校の山本和之さんという人が作詞したなんかサンバまであって、それを山本佳子さんという人が作曲していますが、冬の半ゼミの別個一で子牛は売られていきました。岩手県から来たという伊佐市の町のトラックがおつばに聞いて行きました。その夜開いた珠洲町に岩手は遠くありました。何日かかって着くのやら、赤い鉛筆で伊佐市まで子牛の行く道塗りました。ありから10日今頃は岩手は雪の中でしょう。大根引き行き見上げたら、びくと走ったあの山に、きれいな水が見えました。以上、私の拙い話でしたが、最後までご視聴ありがとうございました。はい、及川さん、どうも本当にありがとうございました。あの本当に牛飼いをですね、最初に始められてから、ずっとこう苦労されたことをですね、包み隠さずお話し、いただきました。本当にあの最初の牛を飼うのがね、零細農家の象徴だと言われた時から始められて、今現在まで至ったところには、あの本当にあのいろんな創意工夫ですとか、努力、そういったものがあったんだなということでお伺いしました。で和人常則菊谷については3頭とも皆売れ残りというかそういったようなことをですね、ただ、それを購買するのにこ うまくこう、ね、工夫して、買われてきたんだなといったところも、非常に興味深く拝聴いたしました。はい、それでは、会場の方からですね、あのこのせっかくですので、あの及川さんにこう牛飼いのこと、まあ、この収入、のこと、何でも構わないかと思いますけれども、ご質問ある方、まずあの挙手をしていただいて、はい、ぜひこれ聞いてみたいという方いらっしゃいましたら会場からお受けしたいと思いますが、よろしいでしょうか。では私の方からですが、はい、本日なんかどこかに書いてあったわけですが、産地作りにはやっぱりあの人作りということであったわけですが、その人作りということで玉里農協管内では8年ほど兵庫県行って勉強してきております。私が一番先三十数年に行ったわけですが、それ以降私の場合は津市に行ったわけですが、それ以降は農協から補助金もらって行ってたようです。その最後の行ったのは私のうちの息子です。あの温泉町の春系峠のあるところに畜産団地で多頭化してる人が集まっているわけですが、そこの今ゴンゼットぐらい買ってるかな、そこのところに私の息子が20日間ほどいてきたわけですが、それが最後となっているかと思います。はい、それでは、どうもありがとうございました。最後にですね、講師の、及川さんに大きな拍手をお願いしたいと思います。どうもありがとうございます。はい、及川さんどうもありがとうございました。はい、それではですね、以上で、牛の博物館の企画展講演会和人常則菊谷の思い出を、終了いたします。